揚げ日。そう、あのね、明日がね結構ね充実すごいかも。なんかタワレコでライブして、配信ライブして、そうタワレコでライブして特典会を短めにやりの配信ライブして、でオンライン上で特典会をしてかな。うん、で夜になんかあった気がする。なんもないか。あ、明日のオンライン楽一楽だよ。あおさん、おはよう。キュレーターの入ったらやってなくて、ほいで、あ、ごめんごめんごめん、一回切っちゃった。そうなの、財布そこそこだったでしょ。え、なんで、でもすごいよ、財布を作れるのがすごいよ。まず持ってすごいすごい、ほんまに。しょぶさん、そう、朝でもさ、でもさ、そろそろさ財布を探しに行かんとなと思って。そう、2年3年ぐらい変えてないから、そろそろ変えんとね、変えんといけないわ。ヘチさん、こんばんざい。ヘチさん、こんばんざい、ありがとう。ヘチさん、こんばんざい。こんばんざい。のところそうなん、ピンチはないけど、古着屋探しはやっぱり無駄ね。でもすごいよあれ、アイス毒屋さん。え、でもさ、なんかさ、朝比奈のサインの方がさ新しいはずやのにさ、なんかまた色あせとったよね。なんでやろ、朝比奈同じブラックペン使ってるはずやのに、なんでなんやろ、不思議だわ。そう、なんか同じマジックペンを使ってるはずなのに、バンザイジャパンメンバーが書いた方はさずっと残っててさ、で朝日奈の新しく書いたサインは色あせとって、なんでと思って。言うと初見、言うと初見じゃないよ、あなた YouTube たたときやーってどういう意味、たとけってこと。そう、なんかレコーディングの時にジュリアさんがスタンドアップかかってこいやーって言ってるの。音源聞いてくれたらわかる。CD 音源聞いてくれたらわかるんですけど、1回目のセリフがジュリアさんなんですね。スタンドアップ、なんだっけ、スタンドアップ、バンザイジャ、ん?バンザイファイター、変身、スタンドアップかかってこいやーっていうの。で、2回目に、アサイナが、たっときやーって。で、アサイナもよくわからん。よくわからん。なんかね、そのレコーディングの時にそのセリフは誰とか決まってなくって、いいと思ったやつを選ぶみたいな。だから1人3個ぐらい考えとって、そうだから人によってはもうめっちゃ考えとって、だからその考えてきたやつをレコーディングでそれぞれ収録したの。だから全員の収録したんですよ。だからもちろんジュリアさんが何を言ったのかも時間が違うから、レコーディング時間が、だからジュリアさんのセリフももちろんわからんし、絶対わからんかったんやけど、なんかその多分たまたまダブル朝日で関連性のあるセリフやったから、ジュリアさんがスタンダップで朝日の中タトギアやったから、そうで CD 音源使っていただいたって感じなので、そう朝日のもタトギアっていうのはたまたま出てきた言葉。うん。そう。いっぱい考えたんですよ。レコーディングの時に、何やっけ。え、何言ったっけ、朝日奈。なんか言ったんですよ、何個か。そう。その、一番最後に、撮ったやつがそれやった。じゃあ、それを使っていただいてた。そんな感じ。サナブカサイベ、多分そういうこと。びっくりした、朝日奈も。うん。これが採用されたんやって本人たちもびっくりした。あ
れスタンドアップなんだ、スタートアップだと思った。うん、スタンドアップ。あ、そうそうそう。スタンドアップだからちゃんと、だから関連性あるね。そういえば、うん。タトグンやでーっていう感じ。あれスタンどこだ？それとある TCG のファイト開始のコールや。あ、それそうなんかスタンドアップかかってこいやーっていう。あずひさんこんばんちは、ねこばんさんこんばんちは、ありがとう。春のツアーのイベントの応援ありがとうございました。てけどさんこんばんは、ライブお疲れ様、今日はありがとうね。こちらこそありがとう。どないしたん、急に。あ、ごめんごめんごめん、ちょっとなんかねすごいね、携帯が最近ね不具合でね、そうちょっとね一回切ってしまった、申し訳ない。え、すごいね、なんかねみんなに見せたいぐらいね不思議な時あるよ、たまになんかあの配信画面になるとね、ここら辺がだからもうテレビの故障みたいな表現になってたりする。こばライブお疲れさん、今日ありがとう。こちらこそありがとう。竹藤さん会えてよかったわ、ほんまに。ありがとう。嬉しいわ。うささんこんばんは。ライブ行ったけど、朝日奈さん小さくて見つけられなかった。結構朝日奈、やりがたいことに結構朝日奈真ん中に持ったりしたよ。濁点が多いカードゲーム。え、何それ、濁点が多いカードゲーム、今日は地元のお好み焼き焼いてきた。そうなんや、お好み焼き、朝日奈お好み焼きが食べれないからな、関西人やけどアレルギーやから食べれんの、そう悲しきことに。こういう時は叩けば治るやで。叩けば治る、ただいや叩いたかんよそれ、テレビそれブラウン管の時代のやつ、叩いたら故障しそうやもん。そう、今日はどうでしたライブね、すごいすごいさ、なんかあれやった、すごい4曲やって、十人十色は出てないけど3曲目から出演して、そうそう、でバンザイファイターとエールデリバリーとお祭り騒ぎ、お祭り騒ぎはね結構あれかなね、そうそう、ちょっと待ってね、どこだ？お好み焼きパイタブ、そうね、朝日奈もでも嫌いじゃないからな、だからこそ悔しい、食べれへんの。行ってきた店は分厚いお好み焼きじゃなくて薄いお好み焼き、どういうこと薄いお好み焼き、でも今日はたこ焼き食うた、朝日奈さん思い浮かべながらむしゃむしゃ食うたった、あら朝日奈侵食されてるわそれ。こんばんにゃ、こんばんずりすむさき見た、ナイスシュートだった。お、そうなの、そうバズリズム頑張りましたぜ、あれはよ、あ、はよ、ちなみにその近くのお好み焼き屋近くが早いです、えそう、どんどん潰れていくよね、ほんま悲しいわ。なんかそう最近はさ、でも8時に閉店することも多いからさ、なんかもう8時とか帰る頃にもう真っ暗でちょっと悲しいの。てけさ、今日のライブめっちゃ楽しかった、朝日ちゃんがセンター多くてくれね、センターではないんやけど実質でもなんかゼロポジションにおることが多かったね今日は。結構お祭り騒ぎもサビ真ん中におったりとか、バンザイファイターも時たま真ん中におったりとかね。私ステージで立つだけだめちゃくちゃ変わらないし、きどり確かに、
ちゃなちゃらひなさん、おはようございます。おはよう、みおちゃん。今回は後ろにした、ゆみちゃん後ろにしたら、ほんとゆみちゃんどこって探すことになるで。やばい、それは。物理でも無理やかったけど、透析をやったのね。あれ、前から知ってたけど、やってみたいと思って。そう、透析をやった。最近もね、初めて聞いたけど、透析を。そうそうそう。初期で、ジャムさん初期じゃないよね。ててさ、パンは、パンはありがとう。そう、透析鏡はね、結構初めてやったんやけど、ちょっとこれは才能があるかもしれないわ、朝日奈。才能があるかもしれないわ。ゆみちゃん今日はありがとう。バンザイジャパン、違う、バンザイファイター、初めて見るけど、ゆみちゃんよかった。ほぶりだーっと、あそこふみさんがやってるとこ。まずあさかちゃん、まだバズリズム見てない。そうなん、ちょっと見た方がいいよ。総選挙、総選挙、バンザイセンスでやったわけではないよね。バンザイセンス、あ、バンザイセンスはね、大きさが違う。当選挙のなんかちゃんとしたセンスがあるんですよ。なんか一回りもあれね、でもカットされちゃってて、ちょっとねちゃんと説明してるんですよ。一応当選鏡のこのセンスの大きさが全然違うとか、そういうのも当選鏡、当選鏡、総選挙は AKB さんとかがやってるやつ。バズリズムは多分 Hulu で見れます。多分、あ、そうなん、え、なんかさ、そうね、そうね、うん、トゥ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 、なんでみんなそんな今ハライチのネタをやってる元気が朝比奈さん悲しきことにないんですわ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、緊急事態が発生。それか TVer、 多分 TVer。 え、じゃあみんなバズリズム見て、バズリズム見て、もうみんな見た方がいい。バズリズム、パンダちゃんこんばんは、パンダちゃんこんばんは、ありがとう。地図のところと何、ピンチはないけど、配信中だけど来ちゃった、来ちゃった、え、パンダちゃん配信中やのに来ちゃったの。いや、ありがとうやけどありがとうやけど、バズリズム録画したよね、毎日見てる。そうなの、嬉しい。見て、朝日奈の勇姿フォローしました。え、しゅうこさんありがとう。
今か今かありがとう、あり今か、え、どっち配信ルームの方、どっちやろ、どっちやろ、てか朝日のなんかすごい、なんかすごいわこれ。あ、ちょこたた、ちょっと緊急事態宣言じゃない、なんやっけ、緊急事態発生なのでごめんね、すごい短いけど終わるね。え、でもさこれさ実質ななだ、え、これ配信ちゃんとできてんの、すごい怖いんやけど、あと5分だけ配信しようかな、ね、それでさ配信できてませんってなったらさ、えーってなっちゃうから、この前やっと1年さありがたいことに迎えたのにさ、ね、定型文消す作業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 は別にそんな必要じゃないテロップ出たから大丈夫。え、でもね一回切っちゃったんですよ朝日奈、一回切っちゃったから怖くない、そうそうそう、大丈夫なのかなテロップ出たら、ちょっとまさかすぎて朝日奈さんちょっと大変だわ、大変、緊急事態が発生してる今、うん、緊急事態が発生してる、一応22分やってみる、あ、そうなんや、え、あ、そうなん、え、結構やってたのね朝日奈、え、そんなに、え、20分も経ったこれ、え、そんなやってたの朝日奈、いや早いね時間経つの、びっくりした、どうした、ちょっとねいろいろありまして、いろいろありまして、あ、そうだ、ここだけメールまだ間に合う、ここだけメール更新するから、あ、でもあの全然あの関係ないよ、緊急事態発生っていうやつとは関係ないんですけど、ここだけメールはあれするのでちょっと待っててください、なんかこぼしてる、それは昨日ね、それは昨日ねこぼした、その話また今度するわ、まあ明日ぐらいにするわ、うん、こぼした、実際こぼした、え、結構朝日奈夜中にやらかしたけど、その話ちょっと知ってたら長くなるからもう今度するね、え、さんさんこんばんちゃん、え、さんさんこんばんちゃん、ありがとう、でもね、しょうしょうわいちゃん、明日はあのライブもあるし配信ライブもあるし特典会もあるっていう、なかなかに熱い感じやから、しかもフラギビやし、だからまた見に来てください、ありがとう、いっぱい話したかったけどな、ここだけメールこっそり撮ってたりしたりしなかったり、あ、そうやろ、でも今日今から朝日奈が更新するやつはもしかしたらみんなをもしかしたら心配させちゃうかなっていうのもありつつ、でも朝日奈はあんまりあれな、みんなやから言いたいなっていうのもありつつなことなので、ちょっと待っててください、ここだけメール取ってくれてる人がもし見てたら、はい、明日も楽しいね、パパありがとう、楽しむね、ほんまにパパもありがとう、忙しい中で見に来てくれて、ほんまに感謝だわ、あえて超嬉しかった朝日奈、キラキラにしちゃったからキラキラにしちゃったから嬉しくて、しごさんお疲れさん、お疲れさんでした、 HK とカバーは頭とか違う、え、でも今日の団子さすごいうまくいったの、ちょっとすごい嬉しいのだから、今日の団子めちゃうまくいって、ということで終わります、ありがとう、ありがとうございました、まだね、ありがとう、あ、うん、じゃあねー、け、そう、ぜひぜひ、じゃあね、おやすみなさい、ここだけメール取ってくれてる人はちょっと待っててね、ごめんね短くなっちゃって、ほんまなんかもっとさ配信しようと思ってたけど、え、竹内さんもさまた見に来てね、そう会いたいわ朝日奈、あ、見に来てねって、あのライブもそうやけど、そう配信ルームね、またそう今日ほんまもうちょっと長めに配信しようと思ってたけど、ちょっとね緊急事態が発生しまして、ちょっとねあの短めに終わります、ごめんね、終わるね、じゃあね。
おやすみなさいみんな、あたかかくしてね。え、でも結局雪降らんかったね。雪降んのかなこれからの時期で。でもまだ2月じゃないもんね、まずまって。怖いわ。じゃあね、おじさん、ありがとうね。今日来てくれた人にこうキラキラの爪見せれてよかったわ、ほんまに。お疲れ様でした。みんなありがとう、ほんまに感謝だわ。やっぱ嬉しいもんよ、朝日奈は。会いに来てくれる人がおるっていうのは。お疲れ様、ありがとう。もっといっぱい話したいけど、今日ちょっと緊急事態発生してるから、ちょっと終わるね。ごめんね。また明日。明日はあのタワレコさんでね、18時から配信もあるし、オンライン配信もあるし、なかなか楽しい感じになるので、ぜひ見に来てください。よかったら。お疲れ様、ありがとう。おやすみ。ではね、バイバーイ。短いけど明日また来てね。配信もライブもやけど、またね、ありがとう。